ズデニエック・マテーカ、ズデニエック・マテーカ、ズデニエック・マテーカ、1930年4月30日から2006年10月2日、バイオン交換の発展へ貢献したことで知られる、チェコ共和国の科学者。ズデニエック・マテーカは1930年に、テプリツェで生まれる。1955年には、プラハ科学技術大学で科学を学ぶために、プラハに移り住んだ。 1960年には修士号を取得した。CKD ・リュークラ・コープの水研究所で働く傍ら、プラハ科学技術大学の熱工学科の博士、家庭特別コースへ進んだ。当時の指導教官は学科を創始したフランティセク・カラス教授であった。1967年に水の電気科学的脱イオン化に関する研究で博士号を取得した。 1972年には産業界から大学へ移動した。彼は長期間にわたり助手としてイオン交換の基礎研究に従事した。ビロード革命の後の1990年には助教授に昇格した。彼の研究グループでは主にキレート型のイオン、交換樹脂を用いた水に含まれる重金属の選択的な除去及び水中の硝酸イオンの除去に関する研究を行った。 1997年には発電工学科の学科長を務めた。2000年には彼の教育と科学的な成果によって教授となった。その後、2002年には65歳で退職したものの、パートタイムで彼の研究グループを兼任していた。2006年10月2日、ズデニエックマテイカは長い療養生活の後にプラハでその生涯を終えた。 プラハ科学技術大学で教弁をとっている間には、約60名の修士課程の学生、および20名の博士課程の学生たちを指導した。また日本、ドイツ、アメリカ、イギリス、そしてトルコといった世界各地との共同研究体制を実現した。ありがとうございます。